はいどうも、全力絶叫 YouTuber、B モリです。オリックスは今日なんとかね、ビッグボスに勝ちまして、なんとか北海道お笑いカードを一勝一分けで終わらせたんですけども、この夜ね、僕サークルチェンジで、まあ、デーゲームの後は普通に、サークルチェンジ営業して何の試合放送したかっていうと、この楽天対ソフトバンクのこの試合をね、放送してまして、まあ、ちゃんとね、この2試合僕見てました、最初から最後まで。その結果、ホークスが楽天に、2連勝しました。はい。しかもね、まあ、これ普通にホークスが2連勝したその事実だけなら、ホークス強いね。やっぱもう暴力級なホークスだなっていうね。そんな感想しか生まれないと思うんですけど、これホークスなんと、1軍の戦力ほとんどいません。ホークス今、離脱者が、牧原選手、周東選手、柳田選手、田中正義選手、三森選手、ギーマ柳町選手、とうとう、ほとんどおりませんで、ちなみにそして、シーズン序盤に栗原選手と上林選手がもう長期離脱確定で、で、又吉投手も今骨折で離脱中ということで、本当開幕当初のメンツが今ほとんどいないという状況で、これ2連勝。これまず特に昨日なんですけども、この打線で、15点取ってます。はい。スタメン見てみると、今宮、野村勇、グラシアル、デスパイネ、野村大樹、増田選手、ガルビス、谷川選手、開拓ということで。これ、ホークスファンの方に聞いたんですけど、ちょっと調整メンバーが入った2軍のメンバーとほとんど変わらないと、の話です。このメンツで15点。冗談は大概せよ！いや。昨日の内訳を見てみると、まあ、今宮選手が普通に3安打も、これすごいね。うん。で、これ野村勇選手、ルーキー野村勇選手がこれ2安打で、野村大樹選手もね、ヒット先制タイムリー打って、で、増田選手がこれ3安打。増田選手もこれ開幕投手なんかも1軍にね、ほとんどいなかったしね。で、ガルビス選手がこれ2本目の満塁ホームラン開幕戦以来の、そして谷川選手が4安打ということで、谷川選手ね、これぶっちゃけですか、去年まで知らなかったっす。はい。もうぶっちゃけ言わせてもらうと。で、今年からね、ちょくちょく出てきて、いきなり4安打。聞いてへん。うん。そんな去年まで知らんかったような選手がいきなり活躍して聞いてへん。うん。野村勇選手なんかルーキーやしね。うん。新しく湧いてきた人たちが、普通に活躍してるんですよ。そして、これ今日ですね。8月24日。これもね、今日4対3で、まあ、接戦ものにしてるんですけども、これ4回にこれ一挙3点取ってるんですけども、これデスパイネ選手フォアボールからの、野村大樹選手、ツーベースからの、増田選手、タイムリー、からの正木選手がホームラン。これ正木選手もこれルーキーなんですよ。去年まで知らんかったような人が、いきなり暴れるのをやめてもらっていいですか。普通に今後のことを考えてね。これでホークス首位なんでね。そして最後これまた犠牲フライとの谷川原選手ということで、はい。で、帰ってきたのが野村大樹選手。これホークスファンの方言ったんですけど、福岡ソフトバンクホークスではなくて、福岡筑後バンクホークスと。筑後バンクホークスが今首位に立ちました。5連勝ですね。今だけならいいんですよ、この勢いが。ただね、この、今離脱者も、言うてこれ1週間ぐらいでも帰ってくるじゃないですか、ぶっちゃけ。ただこの1週間、2週間を、このメンツで、5割以上で乗り切られることがあれば、離脱者が帰ってきた時にね、もうホークスはこれブースト勝てかねないんですよ。いや、これ本当に。ホークスがこの状態で勝ってるのに、この完全体になった時に、恐ろしいよ。千賀投手もこれそろそろ帰ってくるみたいやから。もう勘弁してくれ！危ないってのも、かね、ちょっとこの動画で始まったんですけど。何がとは言わんけど、はい。なんか、ちょっと動画出さずにはいられないなという、この気持ちに正直になって、ちょっと動画で始まりました。本当にね、僕の気持ちを正直にこれ動画で吐き出してるだけなんで、別にそんな、ホークスに対して悪意ないんですけども、ただちょっと出さずにはいられないということで、はい、出させてもらいました。うん、とにかく、ちょっとホークス強すぎるわ。勘弁してくれ。うん、今宮選手も普通に言ってるし、ちょっとこの、二軍のメンツで、勢いつくのをやめてもらうといいですか、ほんまに。ホークスさんは明日楽天戦って、そして明後日から、ビッグボスの試合。はい。ホークスさんビッグボスによくやられてるんでね。ただこのビッグボス戦でこれまたね、ビッグボスがいつも通り遊んで、ホークスがいつも通り3対するってなると、いよいよやばい。ちょっとビッグボス頑張ってくれよ。俺たちのビッグボス！ビビビビ！